東京モア今週のリリースピックアップ。このコーナーでは PR タイムス、PR ワイヤーなどから素敵な商品や企画のリリース情報をいち早くリスナーの皆さんにお届けするコーナーです。今日はですね、関さんから素敵な情報をいただいたので、そちらを、はい、ピックアップしてお届けしていきたいと思います。東京2020に向けて、2020って言うんですかね、東京2020に向けて日本男子ゴルフを盛り上げるゴルフファンプロジェクトがスタート。選手会長石川遼選手が語る日本ゴルフ界への熱い思いとのことなんですけど、はい、これはどういったものなんですか？はい、男子ゴルフトーナメント、男子プロゴルフツアーですかね、はいはい、まあ、それを、まあ、どんどん盛り上げていこうということで、はい、実は男子プロって一緒になんか交流を持ったらすごく好きになるとか、知らないだけで魅力がたくさんあるんだけれども、はい、みんなまだまだ興味持ってもらってないんじゃないかということで、ファンを増やそうというプロジェクトを、なるほど、日本ゴルフツアー機構さん主催で実施することになりました。はいはい、なかなかあれですもんね、やっぱりテレビでしか見ることができず、はい、そうですね、しかもなんだろうな、プレーをしているので性格とかそこまでわからないですもんね。はいはい、でやっぱり試合、まあ、なんていうんですかね、変なんですよ、お金のかかった真剣勝負をしているので、はい、やっぱりあんまり笑顔が見れたりとかしないじゃないですか。逆にそこでなんかすごいはっちゃけてる人、はい、それこそなんかダメな人に見えてしまいますもんね。見えちゃうかもしれないじゃないですか。なので、はい、でも実はみんないいキャラクターを持っていて、すごく親近感があって、はい、ファンになる素材たくさん持ってるのにもったいないなっていうのがやっぱりあります。これは、はい、じゃあそういうイベント、はい、ゴルフファンっていうイベントが開催されて、はい、そうですね、そのプロの選手の方たちがたくさん来るという、はい、そうです。もうテーマとしては男子プロと交流っていうテーマが、はい、ありまして、はいはい、ツアーに出てるトッププロから、はい、ワンポイントアドバイスを受けられるイベントがあったり、はい、実際のトーナメントコースでトーナメントの前にプロアマーがあると思うんですけど、はいはいはい、それに実際参加できたりとかしたい、はい、私たい企画を今どん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 作ってます。すごいですね、はい、一緒に回れるってことですか？そうです、一緒に回ります。じゃあなんかもうワンポイントどころかもう一緒に回ったらもう、はいはい、もう18ホール回っていただきます。うわ、なので丸1日、はいはい、一緒に入れるっていう、入れるってことですよ、はい、だってランチとかももちろん一緒です。パ、ーティーまで一緒です。すごい、はい、それってどうやって応募とかですかね？そうです、サイトの方が、はい、公式サイト3月14日にオープンになるんですけれども、そちらで各イベントの募集をしていくことになります。はい、実は今一つ3月の30日に、はい、これはインドアの企画なんですが、銀座にある PGM ゴルフアカデミー銀座で、はい、女性限定なんですけれども男子プロとのレッスンが受けられるイベントの募集を開始しております。3月30日に開催ですね、はいはい、これもじゃあゴルフファンプロジェクトって検索すると詳しく、はい、まだですね、サイトが3月14日オープンなので、そか、はい、来月ですね。なので今は、キュルキュルというサイトの中でのみ募集をしております。なるほど、はい、キュルキュルさんから募集はできるんですね、はい、これはどうやったら応募ができるんですかね？キュルキュルのサイトを開いていただいて、そのじゃイベントの、はい、イベント情報のところから入っていただくんですね。なるほど、わそのイベント気になりますね。なんかやっぱりこの間スリーツアーズ、日立スリーツアーズで、はい、私もちょっとアンバサダーとして活動させていただいたんですけど、はい、その時に女子プロの方も男子プロの方もいろいろお会いして、本当に皆さんテレビじゃわからない、うん、その素敵なところがたくさんあって、はいはい、なんか一日じゃ足りなかったなってぐらい、そうなんですよね、はい、やっぱりなんか真剣な勝負なので話しかけることもなかなかできないですし、はいはい、でももう最後に握手はしてもらいました、はい、もうやっぱりそういう楽しみもありますよね、はい、そうですね、テレビで見てる人とこう近くで触れ合える、そうドキドキ感と、もう芸能人ですからね。そうです、はい。じゃあまあそこのイベントに行けば、はい、まあ、もしかしたら何でも聞くことができる。そうですね、飛距離アップとか、はい、アプローチのコツとか、もう全て何でも教えてくれると思います。あ、はい、多分ですね、はい、ただ300ヤードどう飛ばせばいいですかって言った時にはちょっとそれはいろんなトレーニング方法とかあると思うので難しいかもしれないですが、確かに、まあ、はい、コツとかですよ ね、 ちょっと飛ばすコツとか、はい、もしかしたら教えてくださるかもしれない、はい、そうですね。
ちなみに関さんがなんていうのかな、気になっている男子プロとかって言います？今ですか、はい、私今一番注目しているのは、はい、中西直人プロです。おー、はい、今年、ですね、はい、2019年はレギュラートーナメントの方に、あ、はいはいはい、出るプロなんですけれども、はい、何回かあのトーナメント、去年はアベマツアーの方に、あ、はい、なるほど、出ていらっしゃったんですが、はい、お会いした時にすごく笑顔でいつも挨拶してくれて、もうそれまでは本当に知らなかったんですけど、はい、やっぱり目を合わせておはようございますと大きい声で返事、まあ、挨拶してくれるだけで、なんかもうこの子応援したいっていう母心みたいな、挨拶すごい、はい、思いますよね。ありました。その第一印象っていうか、はい、その目を合わせたりとか、なんか一言目とかで本当に変わりますよね、はい、そうですね、中西選手、はい、中西選手は大注目です。私もちょっと注目したいな、はい、あれですよね、あの石川遼選手もこのイベントにはいらっしゃる、はい、スケジュールが合えばっていうところにはなります。なるほど、まだ確定ではないってことですね。そうですね、はい、あの日立スリーツアーズの話にまたなっちゃうんですけど、はい、あの石川遼選手とお会いしてすごいオーラがあるな、はい、なんかテレビで見ても素敵だなと思ったんですけど、実際お会いしたらもっとなんか爽やかで、うん、はい、その観客の皆さんたちに対するなんて言うんだろうな、その発する言葉とか、はい、演出の仕方とかが、その私も勉強するところがたくさんあって、本当にあの日はもう勉強になることばっかりでしたね。もうファンに対してのこうホスピタリティ精神は石川プロはすごく飛び抜けてるかなとはやっぱり思います。はい、そうなんですね、はい、さすが選手会長ですもんね。そうですね、さすがですね。これはもう楽しみなプロジェクトですね、はい、ぜひあのゴルフファンプロジェクト3月14日にサイトがオープンするので、はい、気になる方はそちらをチェックしてみてください、はい、ということで今日はですね、もうこちらの情報のみお伝えしていきました。はい、ありがとうございました。